中央林間っていう町なんですけどね、初めて来ました。なんでマンションとか立ち並んでます。ということで皆さんこんばんは。は今ね、東急の中央林間駅にいるんですけど、今回なんですけれども、東急、東京メトロ東武3社直通列車に乗ってきたということでやっていきたいと思います。一応ね、この東急のこの中央林間駅から東武の久喜駅までか行く列車がね走ってるんですけどね、今回ちょっとそれ初めてなんですけど乗っていきたいなと思っております。一応路線としては、もう東急田園都市線、それから東京メトロ半蔵門線、東武スカイツリーライン伊勢崎線に乗り入れて久喜までね行く列車がですね、かなりのロングラン列車なんですけどね、はい、今回そんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。一応ここがね、東急の中央林間駅ですね。今回初めて来たんですけど、なかなか大きい駅ですね。一応ここはあの小田急も乗り換えできるみたいなんですけどもね、はい、それではね早速駅入っていきたいと思います。東急の中央林間駅のホームにやってきたんですけどね、地下にあったんですね、知らなかったですわ。今まで車両が入線してきました。あのこれあれなんですよ、3社直通なんで車両のバリエーションが多いんですよね。これ今入ってきたのこれ東武の車両ですよね。左側止まっているのが東急の車両、あと東京メトロ半蔵門線の車両もやってくるんで、ね、いろいろ見れるのが面白いですよね。はい、というわけで列車やってきましたね。これです、折り返しの急行久喜行きということで、これ東京メトロ半蔵門線の車両ですよね、これ。はい、これに乗っていきたいと思います。列車ね、渋谷駅に着きましたね。さっきまで東急田園都市線やったんですけれども、ここからですね、東京メトロ半蔵門線に入っていくみたいですね。列車ね、押上駅に着きました。さっきまで、ね、半蔵門線通ってきたんですけど、ここから東武鉄道東武スカイツリーラインに、ね、入っていくことになります。押上スカイツリー前っていう一応駅名なんですね、知らなかったです。急行、久喜行きです。
はい、というわけで、ね、久喜駅に到着しました。今回ね、東急東京メトロ東武の3社直通列車にね乗ってきたんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、所要時間もね急行で、まあ、2時間弱かかかったんでね、なかなか乗り応えのある列車だったんでね、はい、皆さんも機会があればぜひ乗車してみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じで動画終わりたいと思います。ありがとうございました。We'll be right back.